ろいろね見ていきましょう。ちょっと重さとかがねわからないんで申し訳ないんですけど、PDR バージョン全長の方がですね、わかんないで、重さの方もちょっとわかんないんですけど、多分持った感じ3キロぐらいかな、3キロから、3キロは4キロぐらいの。じゃまずストックの方ですね。ストックの方がラバータイプの、マグプルっぽい形になってます。俺がよく持ってるこれとマグプルのこれと似たような形になってます。で、後ろはねレッドドラゴンはね、ここの部分がプラスチックでできてて、樹脂でできてて滑ったんだけど、今回はねラバータイプになってて使いやすいです。で、ここのねネジ2個外してもらって、バッテリーを入れるような形です。1個でもいいのかな。ここを押しながら下げることによって6段階変更だっけ、いや違う、3段階か、1段階2段階3段階3段階回できます。変えられます。で、結構短いんでね、俺は1段階くらいで十分かな。うん、そうだね、十分です。で、プラスチック、他はね樹脂でできていてすごい軽い感じです。で、このリングのところ、ここにねスリングのフックを引っ掛けられるところがいくつもあるんで、ここにフックを引っ掛けてっていうことがもう最初からこれついてます。で、ここ上の部分、これですね、シルバータイプになっていて、元はね黒なんだけど、黒と赤かで貴重なんだけど、シルバーになっていて、しかもダブルで、ロックを解除できるような形です。これ両手でねこう開けるような形になって、まあ、簡単に言えば別にね片方だけでもロックついてるのはここだけなんでね、片方だけでもまあ一応外れれば外れます。で、結構ね金属音がすごいかっこいい感じになってます。でもね両方から弾けるような形になってるんで、すごくね外しやすく使いやすいです。で、グリップなんですけども、レッドドラゴンのグリップはちょっと厚みのある形で、チェッカーリングとかねいっぱい入ってるんだけど、今回はですね変更になってですね、ここの部分がゴム質でね滑りづらくなってて、横にねすごい薄くチェッカーリングが入ってます。で、ここにね指をかけるところがあって、ちょっとね握り的にはちょっと握りやすいです。でもゴムの部分がちょっと当たるんで少し違和感はあるかな。なんかそんなスルッていかない、俺結構このスルスルが好きなんだけど、でもスルッていかない分まあ滑らないってことで、すごくねまあ安定した感じになってます。で、ここトリガーガードは、屈折したものに変えられていて、まあ、これグリップとね一体型だったんだけど変えられていて、ちょっとねスマートな形になって、トリガーはストレートタイプ、これは、レッドドラゴンと一緒、結構ね重たく重めになってます。まあレッドドラゴンとそんな変わりはないけど。で、ここよいしょ、セレクターはですねシルバーになっていて、カチカチとクリック感のある感じですごくねいいです。で、結構重たいかな、セレクター重たいな、なんかすごい重たい感じがする。でもねクリック感はすごいあるんで、カチッカチッと止まる形がすごいいいですね。で、ここが、ここはね、ボルトストップボタン、まあこれ飾りなんだけどシルバーになっています。で、ここもねシルバーで、ここちょっとねこれレッドドラゴンと違うんだけど、マガジンリリースボタンがですね拡張されているのと、逆の手でも使えるようにここにもついています。左右でねマガジンリリースボタンが使えるってことなんで、こうやって右手で使う人もいいし、左手でね構えてスイッチした時にもこっちの指でね使えるような形になってます。でもこっちはねこっち側に比べて手前に来てないんで、少し指を伸ばさないと下ろせない感じがします。でも結構ね使いやすいと思います。いや配慮が効いてる。で、相変わらずこのマガジン部分の肉抜きは大胆な加工になっていて、指のね滑らかな感じを、ここマガジン持ってもね滑らかな感じが演出されていて、指がね置くためのくぼみもここはあります。まあこれはレッドドラゴンと一緒なんで、細かい部分はレッドドラゴンの紹介の方をちょっと見てみてください。で、ボルトを交代させてもらうと、ここにホップアップレバーがあるんで、これでホップアップの調節が可能です。上はね 20mm レールがついていて、あとハンドガードにも4方向か、上左右と下の4方向にレールがついています。で、初期でついてるこれサイトですね、アイアンサイト、ちょっとね高めのタッチアップ式のアイアンサイトがついています。これはねもう縦に指で倒すだけで起きたり倒れたりします。ハイダーなんですけども、これ多分サイレンサーとはまた別なのかな、ちょっと回るけど取れる気配がないな、取れてんのかな、あーはいはいはい、わかりました。これはですねすぐそこまでインナーバレルが来てるので、サイレンサーとか特に関係ないです。で、インナーバレルが来てるから多分飛び出てる感じ、インナーバレルごと飛び出てるんじゃないかな、
形です。まあこれはね多分取り外さない前提で多分使うと思います。すごいもう短くてかっこいいよね。俺や短い銃これよりも多分短い M4 っていうのは初めてなんで、すごい嬉しい。え、超嬉しいです。ここのグリップの部分ですね、これを交換できるパーツがあるんで、気になる方はね交換することも可能です。ちょっとねでも重たいんで振り回すには少し振り回される感があるかな。まあ短い分すごいいいですね。ちょっと、パーツつけてみます。もうねこのためを思って買った商品がちょっと前に紹介したねアングルグリップです。シェンケルさんのアングルグリップ、これがしたかったんです。これやばくない？うわこれよ、これあーでいいの忘れた、いいの忘れてた。ここにねレールの真ん中にポンって穴が開いてるんだけど、ここにですね多分あれがつけることが可能です。スリングのリングを前前方にかけて、ここと前と後ろでね2点掛けすることが可能らしいです。反対側にもついてるんで、利き手側に合わせて変えられます。できました。じゃじゃん、ブラックドラゴン BDR カスタムです。カスタムつうか、まあ、ただにオプションパーツ入れるだけなんだけど、うわすごい、これちょっとサバゲー楽しみだな。でちょっと空打ちの方何回かねしていきたいと思います。あ、マガジンのハマり具合はですね、レッドドラゴンと同じくらいでちょうどいいですね。多分使っていけばちょっと中も削れていくんで、余計ね入りは柔らかくなると思います。コネクタはねミニエースコネクタになってるんで、すぐ購入したらすぐ使えると思います。特にそのなんだ配線とかいじるあれは特にないです。はい、 OK。 ちょっと一発ずついきます。まずセミ音いきます。音聞いててくださいね。で電動ブローバックなんで、ここもブローバックします。いきます。こんなになんかモーター感と圧すごかったっけ、なんか異常に感じる。レッドドラゴンよりもうるさくないか。ちょっとじゃあマズルからの音聞いてくださいね。いきます。バツーンってくる、バツーンってくるね。ちょっとフル音ちょっとうるさいんですけどね、いきます。軽く、3発ぐらいで切ります。これなんか音密でいけるレベルじゃないなって形です。結構ね音はだいぶでかかったっすね。すっごいでかかった。いや素晴らしい。ちょっとねホップアップとか弾の弾道などは、サバゲー動画出し次第、それのおまけでねまたちょっとお話ししたいなと思います。あ、これ入れたらやべえな。わ、これやべえな。あ、これいいな。でこれ、まずいいところですね。まあとにかくコンパクトはすごいいいです。で、レッドドラゴンの良さ、こういろんな部分の肉抜きだったり、指置いたりとか、あとマガジンリリースボタンがね拡張されてたり左右にねついてることによって、スイッチした時もねリロードがすごくしやすいです。ここねあんまいじんないんだけど、ホップアップ以外ここもね拡張されててすごく、この映えますね。上から見ても結構かっこいいと思うんですごくいい。何せねあとストック部分が、ちゃんとこういうタイプになったのと、グリップもここと一体型じゃなくなったんでね、そこがすごく、嬉しいところです。簡単に言うとこれグリップからこう線が入ることによってちょっとね少しだけ厚みがあったんですよ。でもそれがねなくなった分少しだけ取り回しやすさというか、なんかねちょっと握りやすさが出ましたね。他の M4 と似たような感じになってきてすごくいいですね。しっくりきます。元からねこうスリングかけるとこがあるのはまたね嬉しいとこですね。素晴らしいって形です。で悪いところ、ちょっとね悪いところいくつか見つかるんだけど、まあ何分ねレッドドラゴンはちょっと長かったから重さも分散できたからいいんだけど、ちょっと重たい。なんか普通のレッドドラゴンとかに比べてもちょっとマシで重たいですね。やっぱりいやもう今サイトつけたりとかするから正確な重さはね分かんないんだけど、多分レッドドラゴン3キロだとしたらこれ 3.5 か4キロ近くは多分あると思うんで、ちょっとね重たく感じます。あともう一つはねこの付けが悪いのか分かんないけど、ちょっと向こう側がねここの隙間からね向こう側がちょっと見えちゃうぐらいちょっと隙間が空いてるのが少しだけ気になりましたね。あとは特に問題なくいけますね。サイレンサー外して自分の好きなフラッシュハインダーに変えられたりとかしたらもっと嬉しかったけど、ちょっとインナーバレルがねだいぶ長く来てるんで多分それはできないと思います。まあでも24兆の限定の1兆ですから、もう多分素晴らしいと思う本当に。いやでもここまで来たらゴールドドラゴンも欲しいね。レッドドラゴン、ブラックドラゴンって来て
ここの間にね、あのゴールドドラゴンがあってもいいんじゃないかなってちょっと思ったんで、まあ、お金とか余裕ができたら買います。これで俺もレッドで長距離戦、ブラックで近距離のスピード感ある試合でね、分けられるんでちょっと本当に嬉しいです。レッドドラゴンもあのいいんですけど、レッドドラゴンに比べてなんかガツンってしてる見た目もそうなんだけど、あのやっぱ軌道、あの動作とかも結構ガツンガツンしてるんで、ちょっと気になる方は見てみてください。はい、ということで前編と後編にかけて、なんとか、やってきました。ブラックドラゴンになります。限定24兆しかないんですけど、今まだネットで見たらね、まだあるらしいんで、ぜひぜひ気になる方いましたら買ってみてください。ということで、ブラックドラゴン、いつもレッドドラゴンって言いそうな、ブラックドラゴンの値段なんですけど、ちょっと言い忘れてて、ごめんなさい。ブラックドラゴンの値段はこれ、ノーマルのカスタムしない状態で、29,160円、税込みです。まあ、大体3万円弱です。で、他の商品とかの値段とかは、まあ、他のサイトの方見てください。でこれ、格安モデルの2ヶ月保証付きを俺買いました。他に調整モデルとか、あとはですね、追加カスタムメニューとか、いろいろね、カスタムのメニューによって、値段がエアソフトさんの方は違います。なんで初めて買う人はね、箱出しのもの買わないでカスタムしたものを買うとすごくね、使いやすいと思いますんで、ぜひぜひあのサイトで詳細の方見てください。でちょっと時間とかね、あの値段もかかっちゃうんだけど、あのその分十分ね、いいカスタムが出てくると思うんで、グリスアップとかしてくれるらしいんで、あのぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。限定、もう気になった方いましたらぜひすぐサイト行って見てみてください。本当に素晴らしいと思う。いろんなね、あのドラゴンを俺は集めていこうと思うんで、ぜひぜひこれからもね、見てみてください。バイバイ。サバゲ行ってくるわ、ガートで。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ